はい、カバーチョブロカッパ委員長です。さてと、じゃあ、えー、と、まあ、おそらくこれが最後のあれになるのかな。このオリンピックの選手村の食堂の話題ですか。まあ、これまでもね、えー、何回も何本も動画でね、いろんな国地域のね、いろんな選手たちのね、この、まあ、ツイッターやらインスタやら SNS に、ね、このオリンピック東京五輪の選手村すごいんだよと。ね、食堂何でもあるんだぜ。しかも無料だぜ。24時間利用できるんだぜっていう、なんかそういうお話をね、うん。 あの何回もお届けしてきたと思いますけども多分まあ今日のこれが、まあ、多分そういうお話話題は、まあ、最後になるかもわかんないですよね、うんで。これぞおもてなし、ね、持ち込みするなんか食料なんかわざわざどっかで買ってきて持ち込むする気もなくなるぞと、まあ、それぐらいも、もそもそも選手村の、ね、食堂が充実しすぎている。 っていうことをね、海外がまあ大絶賛してるわけですよね。この東京五輪の選手村の食堂をね。うん、ねこれ映像があったんで、ちょっとね、URL 載せておきますんで、まあ、もしよかったらね、まあ、何度も何度も見た部分もあるかもわかりませんが、うん、改めてね、<laughs> 東京五輪選手村の食堂の思い出っていうことでね、まあ、もしよかったら見てみてください。で、これを見た、あえっ、ー、と、まあ、世界の海外の人たちの反応がこんな感じ。 えー、こんなにも丁寧に選手村の食堂の様子を紹介してくれてありがとうとか日本人のおもてなしが隅々にまで行き届いているよねとか全寮制私立高校の食堂みたいだ、えー、もちろん最高級の学校って意味だよとか毎日いろんな料理食べられて羨ましいよとか自分だったら選手村にいる間体重増えちゃいそう <laughs> そういう人もいたかもしれないですよね、えー、すごく大きくて掃除が行き届いていてなんだかとても感動したとか 本物のオリンピック選手が選手村の食堂を紹介しているなんて素敵だとか、あシェフが心を込めて作っているというのがとてもよくわかるとか、えー、あんまりバラエティが豊富で自分だったら迷ってなかなか決められないと思うとか、1年も延期になっておまけに無観客だなんて東京がかわいそうだよとか。 ショッピングモールのフードコートみたいだ選手村の食堂ってこんな感じなんだねとか自分だったら毎日食堂に行くの楽しみでしょ仕方がなくなるだろうなとか日本の大きな工場で働いたことあるけどそこの社食もこんな感じだったないい会社でしたね <laughs> 今回のオリンピックは競技以外にも見どころがいっぱいあったねとか 15分のビデオじゃ魅力が伝わ,らき伝わりきらないよ。24時間を Web カムで紹介してほしいとか <laughs>、えー。ジョコビッチが熱く語ってるのを見て感動した。そう、ジョコビッチ出てくんだ。で、えー、日本に住んでるけど食堂の様子なんて日本のテレビ教えてくれないからすごく楽しくビデオ見れたよ。そうなんですよ。日本のマスコミ絶対こういうの取り上げないですからね。で、えー、オリンピアンでもやはりノバク・ジョコビッチ見ると興奮するんだねとか。 ああなんかそういうシーン、一回動画で取り上げたことはありましたね、えー。ソフトドリンクのセクションってコンビニそのものなんだねとかあー、こんな素敵な選手までで暮らせるならオリンピック目指,す目指してみようかなとかあ、ジョコビッチが五つ星ホテルじゃなく選手まで,で過ごしてるってなんだか嬉しくなるねとか。 東京の皆さん、そして日本の皆さん頑張ってオリンピック開催してくれてありがとうとかこんな風に世界中から集まったアスリートと一緒に食事できるなんて一生の思い出だねとかあこんな美味しそうなものばかりなのにアスリートってカロリー制限ありそうでかわいそうとかなんかほらインドのねあの体操選手でしたっけねメダル取ったからなんかほらあのピザドミノピザインドでドでミノピザね生涯無料になったみたいな。<laughs> ねえ まあそんな人もいるぐらいだからねなかなか食べたくてもね、えー、競技、試合が終わるまでは食べれないっていう人もすげーたくさんいたんじゃないかなと思いますけどもね、うん、まあギリギリ終了まで、ギリギリリ日本のねこのオリンピックをねぜひ選手村、食堂も含めていろんなねこの東京五輪を満喫してぜひ、えー、思い出をね1つでも多く持って帰っていただければ嬉しいこんなに嬉しいことはないですよね。うん まあとりあえずどこの国の誰とは言いませんがネガティブキャンペーンもね、うん、結局、このね、えー、世界中の選手、えー、関係者、ね、プレス、えーまあ、個人のこの SNS に投稿するその情報、うん、個人が発信する情報にはか、ね、なわなかったってことですよね。うん ねえ、ところにどこの国の誰とはあえて言いませんけど、ねえ、もう誘致まだ決まる前からずっとね、日本を攻撃してきてくれた人がいましたよね。うん。ほんと、ご苦労さんってとこですよね。うん それは最後の最後まで自分たちが用意した弁当をね、えー、まあ弁当しか食べなかったのか、それともね、全員堂々と開き直って食堂で飯食ってたのか、よくわかんないままですけどもね、うん。まあ、あるいは中には本当に弁当しか食べないまま帰国した選手、ね、うん、いるんじゃないかなと思いますけども、ね、どうなんですかね、実際のところ、ね、うん、あの国の人たちに聞いてみたいんですけども、どうなんですかやっぱり弁当で済ましたんですか それでも本当はね、うん、弁当だけじゃさすがに足らないからってね、ね全員が堂々とね、実はね食堂で飯食ってたんですか、どうなんですかね、まあ、何にせよ、ねまあ、これはもうほら、すべての国、地域に対して言えることですけどもね、ね特にあの国なんかは、このお国柄あ、国民性、な、え、ん、ー、だったら民度、その辺諸々よーく、ね、もろもろよく確認させていただくことができた、そんなね東京五輪だったんじゃないでしょうか。 ね、別にどこの国の誰とはあえて言ってませんよ、言ってないですからね。<laughs> でね今度、その選手村の中の,この今、食堂の話でしたね、今度トイ,レトイレに感動したっていう海外の選手たちもいて、こ、え、のー、トイレのお話ですかね、えー、東京五輪、えー、選手村で、ね、この海外選手、これなんかアイルランドの,、ね、この7人制ラグビーの、ね、代表選手の話らしいんですけども。 えーと日本製の、ね、別次元の,このトイレに、ねえー、初めて、ね、初体験して、ね、衝撃受けまくりっていうそういうお話ですかね結構、日本の,この、ね、多機能、高機能の,この、ね、いわゆるウォシュレットですよねこれ,をこれが結構海外でも有名になってもう結構何年も経ちますけどね、うん、まだやっぱり体験したことない人って世界中にいっぱいいるんですね。 え、ラグビー主任制アイルランド代表選手村のトイレに感動したと。完璧じゃないかと大絶賛だったんだって。で、それが何の機能かというと、 えと東京オリンピックに出場したラグビー7人制のこのアイルランド代表のハリー・マクナルティ選手っていう方があ TikTok でね五輪選手村のトイレを紹介ある機能に感激した様子を投稿し話題になってたんだってこの選手村の男子トイレを紹介、えー、個室トイレの,この便器の脇についてる音ボタンを押すとおプライバシーを守るこの水が流れる音するのあるじゃないですかあれらしいです。 <laughs> なんか結構、あれかあ、デリケートな人なのかな、この方はね。これを完璧な機能だ、なんか驚いたらしいんですね。で、フォロワーからも、これはすごいと。日本のトイレは次元が違うぞと、ね。これうちにも欲しいなっていう声が殺到したほか、日本人フォロワーからは、それ乙姫って言うんですよ、などと投稿が寄せられて話題になっていたそうです。なるほどね。 ウォッシュレット本体じゃなくて、この音でね、このチョロチョロチョロチョみたいな水が流れる音を流して、まあ、用を足してる時のこの、なんだろうね、あの、音がよくわかんないようにするっていう。どっちかというと、なんか女性がありが、なんか重宝するような、そんなイメージですけどもね。うん。ね。 まあ、だからどうだろうね。まあ、男性でこれをなんか、あ重宝してる人って、あんまり感覚的に、まあ、ピンとこないですけど、まあ、中にはね。まあ、だからこのアイルランドのこの選手自身が、あ、利用してすげえって思ったというよりは、えっ、こんなのまでついてんだっていう、そっちの驚きの方のような気がしましたけどもね。どうなんですかね。うん。でもちょっとなんか、あれですよね。 かえって恥ずかしいと思うんだけどなっていうのもあるんですよ。個人的にですよ。ね。うん。なんかね、なんか今出してますよっていう合図なわけでしょ要は、結果的に。<laughs> な,なんか、僕個人的にはこれあっても使わないですね。使ったことないです。うん。まあだから、なんだろうな。うん。 まあどうしてもってなったらもう公衆トイレの中では一日中なんかもうずっと滝の音トイレ全体になんかこうねバシャバシャ音でも流しているとか <laughs> あとはもうなんかこうズンどこズンどこなんかこうね、えー、結構腹に響くような音楽を流しておくとか。 ああ、まあなんかそういうのを流しておく方がまだいいのかな、みたいな気がしますけどもね。てかそこまで気にします音とか <laughs>、ね。むしろ逆に音をね、聞かしてやってこそ、みたいな。<laughs> あ,あくまでも僕個人的にね。うん。まあ多分これ、あれですよね。 海外経験が豊富な方は、日本国民の方でもね、豊富な方は、まあ、もうすぐピンとくると思いますけど、なんだっけ、ほら、あの、クロコダイルダンディって映画でもネタにされていましたけど、海外のトイレって、いまだにこの便器と美で別々になってるってのが普通なんでしょうん、だから日本にあるこの一体型って、まだまだ非常に珍しい存在なんですよね。うん。まあでも日本のトイレ関係って本当に進んでますよね。ウォッシュレットとかもそうですけど、うん、誰か考えたんですかね。すごいなぁって思いますけど。でも,もう 一回慣れちゃうと、もうそれ以外ってちょっと考えられないですよね。不便でしょうがないですもんね。うん。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。